皆さんこんにちは。ボディレセンターのタピタピニホウチでマンゴルヒニヒチリンヒンドガラビビミニビミチチリンタプヘンテニヒチリンダラワチジャガタバイステベナ。みんなの楽しいモンゴル語講座が始まってからもう6年目を迎えることができました。それで、みんなのモンゴル語楽しいモンゴル語講座は、YouTube で多くの視聴者から、愛されてるんですけれども、また Facebook でも、みんなの楽しいモンゴル語講座のグループがあることを皆さんご存知でしょうか。それで今回は、Facebook でよく使われる用語の、モンゴル語でのナビゲーションをさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 Facebook では皆さんはいろんな評価をするんですよね。いいねを押したりとかハートをつけたりとか、あとは悲しいねとかだったりひどいねという絵文字を使ったりとかするんですけれども、それぞれ、モンゴル語では、いいねはタラウトラと言います。タラウトラ。それで、ハートをつけるときはマシイヒタラウトラと言います。とても気に入りましたということですね。でその次は、驚いている絵文字はホーフと言います。ホーフ、びっくりしている感じですね。でその次は、悲しい絵文字の場合はゴニクテと言います。ゴニクテ。で最後に、ひどいねと怒っている絵文字の場合はウールテと言います。ウールテ、怒ってますという意味です。実際に友達になった人と Facebook でつながりたい、友達になりたい場合は友達リクエストを送るんですよね。でその場合はナイズインフスルトイヒゲヒ、ナイズインフスルトヤワラと言います。友達リクエストはナイズインフスルトです。次に、メッセージを送る場合はイヒゲンジゾルワスイヒゲヒと言います。ゾルワスイヒゲヒ。次に、逆にその友達の中から何かしらの理由で友達をブロックする場合はブロックロ、ブロックヒと言います。ブロックそのままですね。ブロックロ、ブロックヒとなります。それで他にも、Facebook ではいろんな用語がありますね。誰かの投稿が気に入って自分の友達たちにもそれをおすすめしたい、読ませたいという場合はシェアしたりとか、また誰か友達とお出かけしてその写真やビデオなどに友達をタグ付けしたりとかするんですけれども、例えば先日女子会に行って、でその女子会の写真に自分もタグ付けされてて、でその女子会がすごく楽しかったからタグ付けされている写真を自分も、友達たちにシェアしたという意味を、モンゴル語で言おうとすると「デールイミヒテネズオチテガウォルツンウォルツアルティンゾルグンビチキッスンティムデリヒテネズオチテガホワルツン」と言います。詳しく言いますと、先日出かけた女子会の写真はデールインフィテネズツテガウォルツンウォルツアルティンゾルグ、デールインフィテネズツテガウォルツンウォルツアルティンゾルグ。それで次に私もタグ付けされ、私もタグ付けされはビーチゲスン、テンデリでビーチゲスン、タグラグダーになります。ビーチゲスン、テンデリでビーチゲスン、タグラグダー。それで最後に、シェアしました。シェアしました。シェアしましたは、ネズオトテガ、ホワルツン。ネズオトテガ、ホワルツン、またはシェールスンになります。シェールスン。皆さんいかがでしたか。今回のみんなの楽しいモンゴル語講座 Facebook 版をビビが担当いたしました。
今はコロナの影響で大変な時期でもあるんですけれども、皆さん外出をなるべく控えて手洗いやうがいを忘れずに体をお気をつけてください。それではありがとうございました。